コラボできる人数が増える。へえ、コラボする友達いねえもんな。うん、俺の LINE は基本的に仕事の LINE しか来ないよ。レベルってどうやったら上がるんですか、これって。自然に上がるんだ。アイテムもらったり閲覧増えたり。へえ。誰か俺とツイキャスしていいよっていうちょっと奇特な方がいたらコラボとかするかもしれないけど、まあ基本的にはね、こうやってまったりしようぜという感じです。何のぬいぐるみですか。どうも土星さんです。よろしくお願いします。でもツイキャスってあれだね、こうリアルタイムの視聴人数が見えるからさ、視聴数増えると嬉しいしさ、減ってくと、あー減ってく、あーあー行かないで、待って、あと1分だけ話聞いていってみたいな感じになるよね。ほら、こんなこと言ってると減っていってる今。怖いわ。チキチキチ。合計2000人ですよ、だって。音楽なしで雑談いいですね。うん、メロチンの初キャス聞けてよかったです。そうだよ、初キャスは今日だけだからね。誰もがみんな最初は初めてなんだよ。頭冷えないですか？大丈夫？大丈夫です。通知来た時二度見しました。通知とかあるんだ。あ、ツイッターのやつかな。声眠くなる。寝ちまえ寝ちまえ。ただ人減ってくと悲しいからつけたまま寝てね。ツイキャスも通知来るんだ。じゃあみんなツイキャス登録してね。よくわかってないけどまだ。米拾われたり。拾ったよ。左下のライブ中ってやつを押せば配信終わるのかな。そうだよ。お、OK。土星さんって男の子、女の子、性別ないと思う。彼女、彼。可愛いよな、土星さん。結構人いる？結構人いるのかな、これって。でも400人も見てくれてんのか、今。俺がこうやって喋ると400人に声が届いてるのね。エビバディセイホー。お、来た来た、すごいすごい、なんだこれ、すごいすごいこれいいね。これいいな。うちの DJ 放送でも取り入れよう。
米稼ぎしよう、それで。まあでも最初だから見てくれてるんでしょ、みんな多分。ねえ、いっぱいやっていけばだんだん人が減ってきますよ。そしたらもうちょっとまったりになるでしょ、きっと。もうすでにまったりか。米稼ぎオツディース。たくさんやってね。毎回欠かさず来る。本当？俺さ、何事もそうなんだけどさ、何かを続けるコツってさ、頑張らないことだと思うんだよね。なんか頑張りすぎちゃうとさ、すぐ疲れたり飽きたりしちゃわない？これ延長勝手にされるんだっけ？延長勝手にされる？なんか押した方がいいの？される？あ、されるから切るなら自分で。じゃあせっかくだし、もうちょっとだけ続けようか。特に話すことは決まっていないけど、ちょっと LINE うるさいな。消してくるか。よいしょ。よいしょ。デリン。トロット。からの土星さん。そっか、これあれだ。パソコンじゃないから、iPhone だから持ち歩けたりもできんのか。あ、外でもできんのか、そうすると。ね、そういうことでしょ。できます。今どこどこいます的な放送もできる。なるほどね。散歩配信。カラオケキャスは怖い、怖いよ。下手っぴだからね。踊り手になるので名付け親になってくれませんか。名前は自分で決めた方がいいよ、踊り手になるんだったら。とか走ってるね、外。なんか前みーめさんがカラオケしてる時にツイキャスしてたのに一回出たことがあるけど、すごいね、このツイキャスって音量調節みたいな勝手にしてくれるだね。なんか音割れないんでしょ、あんまり。よくわかんないけど。なんかこのツイキャス落ち着く。そう。メロチンさんもいい。